泉泉泉健健健太君、えー、一の泉健太太君君のでございます、まあ、ここからが野党の質問ということで、政府をしっかり厳しく、正しくまたチェックをしていきたいと思います。まずあの、総理ですね、えー、我々われもうこのパレスチナの情勢、特にガザ地区の情勢、大変心配をしておりますし、なんとかですね、 向こうの市民の命がこれ以上犯されることがないようにというふうに思っております。今あの直近のニュースだと停戦の合意が近づいているというふうにも今報道がなされています。ぜひですね、まあ改めてこの g a に対する支援、えそして今後のまパレスチナの復興ということに、ま日本はリーダーシップを取っていただきたいということをまず冒頭申し上げたいと思います。 あの総理、日米首脳会談、そして日中首脳会談と行われてきたわけですが、あのまあ、アメリカのバイデン大統領とはそういった点も話あるわと思います、ぜひ引き続きです、ね、まあ、日本も独自のこの二国間解決というアプローチでやってきたところがありますから、ぜひ引き続きその努力をしていただかなきゃいけないと、ただあの、なかなかあのパレスチナの支援というのはあ、本当に苦しんでいる住民にまで、 支援がなかなか届かないとも言われていますので、ぜひそういったことも気をつけて、ですね日本からの支援のお金が適正に使われるようにということも努力をしていただきたいと思います。で質問したいのは、日中首脳会談でのことについています。まず一つはですね、いわゆる水産物の輸出のまあ金融状況ですねで、これなんですが、まあ、協議と対話を通じて解決法を見出しということであるのだけども、これ、時間軸がよくわからないと。 果たして中国側と対話をする、何かこう技術的なです、ねえー、モニタリングなのかあ、どんなことをするのか,か、よう分かりませんけれども、これ、来年、再来年、いつまでそういった状況を続けるのか、総理自身の時間軸を聞かせてもらいたいと思いますいかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君あの。ご指摘の日中首脳会談においては、ご指摘のアルプス処理水をめぐる問題をはじめ、 えー、尖閣列島、あるいは、えー、法人の、まあ、拘束問題をはじめ、我が国の懸念事項、これを具体的にしっかり指摘した上でえで、ー、意見交換を行いました、まあ、その上で、対局的な方向性を確認したということで、えー、会議はあ意義があるものであったと思いますが、その上でえで、ー、ご指摘のアルプス処理水については、まあ、それぞれの この立場をしっかり述べた上で今後に向けて対話協議を続けていくことを確認しそしてこれから専門家レベルでのこのやりとりが始まると考えています具体的なこの方法についてはこの詰めることになっていますがまずこうした一卒を図ることによって 我が国としては、中国の食料品の金融措置を解除,に解除する、こうした結果につなげていきたいと思います。ご質問は時間軸ということでありましたが、まずこの第一歩がなければ、その先は見えてこないということで、今、確定的に時間軸申し上げることはできませんが、一つ、 解決に向けて一歩を踏み出したと考えております泉健太君。まあ今のお話を伺うと、まあ、外交というのは、両国が主張することを主張してということでいうと、まだ残念ながら平行線なのかなと、まあ、日本、そして世界、まあ、中国以外というとわかりやすいかもしれませんが、ああこの日本の海産物が安全であるということは、もう国際的に私は合意されているようなものだと思っております。 まあそういった意味では、しかしながら中国との会談を経てもです、ね、まだ残念ながら、まあ、光が見えるといっても、ようやくテーブルにつくということであって、残念ながらまだ当面、この金融が続くというような状況であるということが分かりました。もう一つはです、ね、EEZ ・まあ、日本の排他的経済水域における部位、中国側による部位の設置ですね。 でこれまあ高市大臣もねあの発信をされていますから、当然ちゃ当然だと思うんです、要は日本側の EEZ に中国が V を設置した、これが7月ですね、7月に設置をして、日本政府としてはそれを9月にまあ抗議をして、当然7月の設置の時点で発見はしているわけですから、9月に抗議をしている、しかし今、もう11月ですね、結局、撤去要請をしても、 もう撤去をする意向、方向性はないんじゃないですか、で日本の側が撤去をしなきゃいけないんじゃないですか、これ、ね、ちょうどあの官邸の閣僚婚の議事録なんか見させていただいて、直近のものが載ってないので、もしかしたら直近、例えば高市大臣が閣僚婚でそういう発言をしてるのかどうなのか、分かりませんが、えー、果たして本気で、ですねこれ、物事を動かそうとしてるのかと、もう2か月経ってますよ、抗議してから。政府総理改めてですねこの、v 日本側で撤去をするということは、もう決めないんですか大国総理大臣、岸田文君一年ぶりの日中首脳会談において、ご指摘の部位の撤去についても、私の方から具体的に指摘をし、そして結果として、この問題についても各レベルで協議、対話を続けていく。 ここのことを確認いたたししました具体的な方法について、確定はしておりませんが、この問題解決に向けても、さまざまなレベルで一卒を図っていく、これを両国首脳で確認した次第であります以上泉健太君。これ、総理あの、V って単なる置物じゃないことは分かってますよね、V からさまざまな通信が、データが日々送られてるんじゃないですか。 例えば、まあ、アメリカの場合はあれ、領土の上ということですが、風船が飛びましたよね。で、その風船のようなものが、ずっと EEZ の内に置かれている状態なわけですよね。そこで、まあ、海洋のさまざまなデータが送られ続けてるんじゃないですか。それを話し合いをずっと続けて、その間、データが送り続けられる、そういうことを放置をしておくということですか。 内閣総理大臣、岸田文雄君。こうした具体的な案件を解決するためにこそ、対話が始められなければならないという考えに基づいて、首脳会談を行いました。ぜひ、各レベルでの対話協議、これを行うことによって、ご指摘の具体的な課題等について、解決に向けて双方で努力することが重要だと考えています。 こうし外交の場を通じて、こうした方針を確認できた、これは一つ、大きな取り組みであったと考えています泉健太君。どこが大きな取り組みなのか、全く、高市大臣、分かりました、どこが大きな取り組みだったか、分かんないですよね、多分ね、これはあの、おそらく自民党の皆さんだって反対しない話だと思うんです、何もその中国の部位をです、ね、日本側が撤去して、 破壊して中国に返すなんていう話ではないと思いますから、おそらく撤去して、ね何らかの形で中国側に引き取ってもらうということを想定するんだと思いますよ。これ、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという考えのもと、毅然かつ冷静に対処していくって、これ、どこが毅然なんですかと、もう抗議してから2か月たってるわけですよ。抗議してから2か月たって、撤去要請もして2か月たっていて、 中国側で、ね、じゃあ、撤去する動きがもう見られるということですか内閣総理大臣、岸田文雄君あの。日中の関係考えますときに、うん、特にあの中国の今の体制を考えますときに、中国のトップとこのうそう直接議論することの重み、改めて感じています。一年ぶりに中国のトップと直接 具体的な案件について、えー、協議、対話を行う、これは、えー、この問題解決に向けての一歩であると考えています、えー、それを今回の首脳会談において、えー、一つう実現した、まあ、こういったことであります、ぜひ結果につなげるべく、各レベルで協議を続けていきたいと思っています泉健太君。 あの改めてですが、標識が単に置かれているわけではないんですね。V っていっても立派なもんですよ。で、そこからデータが日々送られていると、7月からそういった状況が続いているということを、まあ、放置をすればするほど、まあ、おそらくどういったものに使うのかというのはさまざまなことが想定されるわけですが、日本の EEZ 内において、中国が V を設置をし、それが 日々データを送っている状況にあって、残念ながら今、その撤去ということに、まあ、日本政府が動いていないということが分かりました、大変残念であります、えー、さてですね、まあ、この間、適材適所という話が、まあ、不適材不適所というふうにも言われているわけですが、まあ、改めてですね、副大臣政務官人事、まあ、ここまでさまざま疑惑ですとか、もうすでに辞任になっているケースもあるわけです。 まあ総理あの、適材適所に努力をしているということではなく、その適材適所とはやっぱり言えなかったと、まあ、それが国民が思っている率直な思いだと思いますよ、現時点では残念ながら適材適所とは言えなかったと、そういうことを率直に言っていただくべきだと思いますが、いかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君あの、人事というものは、 まあ当然のことながら、まあ、常に適材適所を考えなければいけないというものでありますが、ご指摘のように、政治は結果責任であります、えー、結果として、えーこう、政務三役の辞任が続いたこと、このことは任命賢者として重く受け止めなければならないと、責任を感じております泉健太君。 まあ、そういったことからも残念ながら適材適所ではなかった、まあ、今後、まあ、どういうさらにその現職の方々に対してです、ね、調査をしたのか分かりませんが、こういうことが起きてしまうということであれば、それこそ本当にまあ任命賢者のです、ね、大きな責任だと思います。さて、よくその各派閥均衡だなんて言われますけれども、まあ、その派閥というものがですね、 よく派閥の事務総長会議なんかが自民党本部で開かれたりするということで、自民党においては大きい存在でありますが、これ、総理、率直にちょっと聞きたいんです。おそらく国民はあのこの映像を見てますから、総理の表情で,で、何か、何が本当かというのを見抜くと思いますよ。改めて聞きたいと思いますが、今、各派閥でですね、いわゆるその収入の不記載。 これが合計4000万円を超えるのじゃないかということで、えー、各派閥のそれなりの立場の人物が任意聴取を受けているということで、まあ、事実を確認し、適切に対応する、例えば総理自身の派閥である、総理が会長である宏池会は200万円台の不記載が今、言われているということであります。改めてですね、総理、本当のことを語っていただきたいわけですが、 宏池会の事務局長からもうすでに報告は受けてますか、そして総理は例えば改善はもう指示をされましたか、お答えです内閣総理大臣、岸田文雄君、はいあのえー、この派閥、まあ、政策集団の収支報告についてのこの報道があることを承知しております。 あのまあ政府の立場から、その他の,他の政策集団のことはともかくとして、そのあと、私自身が一つの政策集団の長でありますので、その宏池会という政策集団のまあ長としての立場で申し上げるならば、派閥としてご指摘を受けて、収支報告書を訂正した。 あ、こうした対応をしたという報告は受けております委員長泉健太君え、ちなみにその報告を受けるまでこうした不記載の事実があったことは知ってましたか内閣総理大臣岸田文雄君いや報告訂正度報告を受けるまでは私自身はそういった内容については承知しておりません泉健太君これはまあその裏議員という ね、あの自民党の前、議員だった人物が不記載で、結局議員辞職をしているわけですね、で総理の団体において、まあ、こうした、まあ、総,理の総理が派閥の長である団体において、こうした不記載があったと、まあ、総理、この責任をご自身、どう考えますか内閣総理大臣、岸田文雄君、あのご指摘のまあ修正ですが、これはあの。 とこの政治資金パーティーの対価のまあ支払い者について、この支払額が20万円を超えた場合には、この支払い者、具体的な名称を報告しなければならない、こういったあの法律になっているわけですが、この支払い者の一部の記載漏れが判明したということだと、報告を受けております。 あのパーティー券を複数回購入いただき、支払額の合計が20万円を超えた場合、政治団体等の一部について、このま報告しなければいけない、この支払い者の名称を記載しなければいけないところ、その報告が漏れていた、そういったことで修正をした、こういった報告を受けております。今後、こうしたことはあってはならないと思っております。 適切に今後対応するよう努めてまいります。泉健太君。まあそれで許されるかどうか、今後また我が党の同僚議員がですね、詳しく問いたいと思います。さて経済対策であります。まずですね、まああの総理この経済対策と考えたときに、まあ総理の考える主要な項目は所得減税ということになるわけですが、普通減税といえばですね。 国民は喜ぶわけですよねあそうじゃないと、あまあ、あ、そうじゃないのかもしれませんが、国民はですね、普通減税といえば喜びますよ、しかし残念ながら、減税といって、ここまで支持率が下がるっていうのは、歴代なかなかないんじゃないですかね。で、これはですね、国民がやっぱりすぐに感じたと思うんですよね、あ総理の減税、このタイミングの減税っていうのは、残念だけども、選挙対策だと、そういうふうに見たんじゃないですか、国民は。 それはね、総理がどうこうじゃなく、国民がそう見たということですよ、これ、なぜかといえばです、ね、補欠選挙の直前、あの10月の20日に、まず無理やり国会を開こうとしましたよね、そして総理の所信表明演説だけをやろうとしたと、ね、おそらく自分のやりたいことをそこで発言をわっとやって、勢いをつけようと思った、しかしそれが認められないとなると、今度は記者団に向けて、この10月20日にです、ね、所得税減税を言及したと。 まあ、総理、これもですねやはり国民はそういう出し方の減税には共感はしないということですよ。でその意味では、投票日の前にこの減税の発信をしようというです、ね、ちょっと私もやり過ぎたと、そういう色気がやっぱり出てしまったんだということだと認めませんか、内閣総理大臣、岸田文雄君。 あのまずあの国会の日程は国会でお決めいただくことだと思いますが、今回の臨時国会開会前から、今、最大のこの課題は経済対策であるということを申し続けてきました、そういった国会を前にして、この経済対策について論ずると。 いうことは決しておかしなことではないと思っております、えー、ぜひ経済対策物価高々で苦しむ中で国民生活をどう支えそして何よりも賃上げの流れを来年につなげられるかどうか日本の経済正念場を迎えているという観点,観点から経済対策用意した次第ですぜひご理解いただけるよう努力を続けていきたいと思っています泉健太君 あのちょっとグラフを出していただきたいんですが、これ、今年の食品の値上げ品目数なんですね、もうかなりこの1月からスタートして、ですね2月、3月、4月、そして6月、7月、そして9月、10月と、ですねまあこれ、かなりの,品あの値上げの品目数の数ですね、合計3万2189品目、これ、前年比に比べて124.9%ですから、前年以上の。 値上げというようよな波が来ているわけですで私たち立憲民主党は、ですねこの状況を考えたら、まさに通常国会は閉じているけれども、その後7月、8、9、10と、もう1000品目以上、毎月毎月、値段が上がっているわけですから、早く経済対策を打つべきだと、早くこの物価高対策をやるべきだと言ってきたけれども、総理は残念ながら、この数か月間やってこなかったですよね。 で我々の言ってきたスケジュールで言えば、やっぱり今年の給付は、総理は今年始めるって言ってるんですよ、そうじゃない、今年中に給付を終えるタイミングを作れたはずなんですよ、これがね、やっぱり遅れなんです、間違いなく遅れなんですよ、これは。それ、遅いんですよ、総理が遅くないって言うんですか、総理、遅れてるんですよ、遅くないって言うんですか、総理お答えください内閣総理大臣、岸田文雄君。 物価高等対策、今回初めて行うなどというものではありません、昨年来、再三にわたって経済対策は用意してきました、えー、そして低所得者層に対する給付など、そして電力、ガス、えー、燃料油に対する激減緩和措置など、さまざまな措置を繰り返し繰り返し、 行ってままいりましたその中で、今回さらに経済対策として上乗せする、そして何よりも大事なことは、こうした物価高騰に対しての対応策何、何よりもの対策、これは賃上げであるということで、賃上げを来年に向けて押し上げるためのこの対策を用意した、こういったことであります。 えー、住文化対策については、従来から繰り返し行ってきました、なおかつ賃上げの流れを確実なものにする、これが今回の経済対策であります泉健太君。まあやっぱり、総理のそのご主張と、国民の感覚がやっぱりずっとずれ続けているということです、それは総理の主張ですね、しかし残念ながら国民はそう思ってないですよ。だって 夏ぐらいにガソリンだってやっぱり一時期値上がって大変だったじゃないか、切れ目ができたわけですよ、でね、またその後に補助を出すっていう話になったけれども、タイミングが常に遅いということを私は言ってるんですでね、総理ね、不思議なのは、なぜいくつかの政策がある中で、所得税減税という選択肢を総理は選んだのか、これがね、下せないんですよ、やっぱり。 ね、増税イメージを払拭するためぐらいしか、本当におそらくみんな思いついてないですよ、残念ながら、だってね、総理、即効性、即効性で言えば、やっぱり給付の方が早いじゃないですか、これは認めますよね、総理ね、即効性で言えば給付の方が早いですよね、それは認めざるを得ないですよ。 間違いないなそこのことについて答えますか、即効性について。内閣総理大臣、はい、岸田文雄君。はいあの給付に即効性がある、それはご指摘のとおりです、だからこそ、えー、さ昨年からさまざまな給付も行ってきたわけですし、そして、えー、夏からも、えー、住民税非課税世帯に対して3万円の給付は続けておりますし、それにさらに上乗せをして、 10万円の給付を先行して行う、まあ、こうした対策を用意しています。えー、そして、賃上げをしっかりと下,下支えするための住民税、えーあ、所得税、住民税の非課税措置を来年に向けて用意する、まあ、賃上げにしいや、失礼、えー、失礼、非課税、じゃ一定、定額減税、失礼いたしました、定額減税。 経まあを用意して、可処分所得をしっかり支えをする、その政策にしっかりつなげていくべく、経済対策を用意した次第であります泉健太君。まあ先ほどから言う、その非課税世帯への給付っていうのも、対象はやっぱり狭いわけですよね。あの特にワーキングプラスを これはもう常に言われてきていましたけれども、その方々もこの物価高ですからね、このグラフ見ていただいてわかるように、相当な物価高の中で、残念ながら給付対象にならないということで、今後は、総理おっしゃるように、今後はなんですよ、だから総理、そこでいつも総理はね、いやいや、私はやってますよって言うんだけど、時間軸が違うんですって、遅いんですよ、それは遅いんです。そここのねやややっっぱりいやいやっていてうところが 国民とずれてるととているうことなんです本来であれば、早く対策を打てば、今年中に給付はできたし、そしてちょっと我が党のこのプランを出してもらえますかね、えー、立憲民主党のです、ね、経済対策の中で、先にちょっと紹介しますけれども、やっぱり、あのー、ああ、ごめんなさい、ここじゃなかったです、すみません、これじゃなかった。えー、そうだ、このパネルにはない、我が党はですね、あの3万円の給付っていうのを、今回は全世帯のうちの6割、 で給付をするという考え方なんです、ね、ですすねからワーキングプア層もしっかり入ってくるわけですよ、そういう幅広い層が物価高で苦しんでいて、これ、我が党のさ、ね、まざ、あ、まな調査や試算でもです、ね、例えばまあこれ、帝国データバンクの調査ですけれども、今年の家計のですね負担額っていうのは、前年度の月平均に比べて同じ消費をしようと思ったら、最大で4000円を超えるアップなわけですよね。 ですからこう4、5四五千円、生活費が毎月上がっているイメージ、ですから立憲民主党としては、そのかける6か月ということで、3万円という給付を幅広い世帯に行うということで、われわれのターゲットはちゃんと持っているわけですが、政府の考え方というのは、そのターゲットも非常に狭いということです。そしてですね、総理、同じ減税でもですよ、これはさまざまな政策を選択するって考えたときに、例えば、経済効果を考えるんであれば。 おそらく消費減税の方が効果は早く間違いなく出るんじゃないですか、これはえ第一生命の経済研究所のですね長浜さんという首席エコノミストが言ってますけれども、内閣府のですねマクロ計量モデルをもとにして、所得減税と消費減税の、例えば5兆円減税効果を比較すると、消費減税の方が1年目に2倍以上も 効果が大きくなるとそれはまあそうですよね、消費をして減税になるわけですから、タンス預金みたいな形ではならないわけですよね。総理、それでもやはりこの所得減税というのは、タンス預金の恐れ、大いにありというふうに言われますが、こういった消費,消費減税ではなく、所得減税を選んだということも、私は理由を説明していただきたいと思うし、まあ、そしてですね、さらに言えば、この長浜さん言ってるのは、えー、先行き不安を解消したいと。 いうことであれば減税よりもそもそも将来の増税について撤回すべきだとまあ、そういうことを言っているわけなんですよねですからこれ速効性で言ってもそして経済効果の早期の発現という意味で言ってもそして先行きァンの解消という意味でもですよ所得減税の方が素晴らしいと思いますか総理内閣総理大臣岸田文雄君 まず、消費税の減税については、これはもう再三申し上げておりますが、少子高齢化が進む中にあって、社会保障費の,この増大が続く中にあって、社会保障の貴重な財源である消費税については、減税は考えない、これは再三申し上げているところであります。そして、 えー、この来年、再来年につなげるっていくためにも、まあ、賃上げ、えー、これ、しっかり盛り上げていかなければならない、成長と分配の好循環を実現して、デフレから脱却しなければいけない、これを申し上げています。えー、ただ、来年の段階では、まあ、賃上げ、道半ばでありますので、えー、それこそこの物価高との関係において、まあ、十分に、 他所分所得をこの確保しなければ、消費が落ち込んでしまうことになりかねない、まあ、よって、えー、自由に使えるお金、まあ、これをしっかり、えー、下支えしていく、まあ、そのためにも来年のタイミングで消費税減税、つまり消費税の定額減税、これが重要だということを用意しました、悪い所あ、えー、所得税の定額減税を、えー、用意しました。それで えー、それであの、先ほど申し上げました、将来の増税、えー、を考えるべきではないか、増、まあ、税について、えー、この撤回することが大事ではないかというご指摘がありました。まあ、これについては、防衛費を支える、まあ、税制措置については、えー、そもそも所得,所得,所得税、えー、については、 今の家庭に影響なが出ないこういった内容にしておりますそして法人税についても94%は対象外としておりますこうした経済に対する最大限の配慮とそして内容だけではなくしてタイミングについても考えているこれが防衛,に防衛力強化を支える税制のありようであります こういった点から考えても、まずは来年の賃上げ、これを確かなものにするために、所得税、住民税の定額減税、これで可処分所得を押し上げることが重要だ、このように判断をいたしました。泉健太君。総理、あの1点聞きたいんですが、政府内では増税という言葉は使えないルールになっているんですか。 税制措置と言わなきゃいけないんですか、増税防衛増税と総理、言えるんですか、まずちょっとお答えください、はい、内閣総理大臣、岸田文雄君、はい、あの政府では、税制措置という言葉をずっと使っておりましたが、まあ、増税というご指摘、えー、増税の中身について今申し上げました、えー、この経済への最大限の配慮が行われているからして、防衛増税ということについても、 これは防衛力強化のために重要であるということを申し上げております泉健太君、まあ。改めてですけれどもね、あのー、このお総理が先ほどからデフレを脱却するうんぬんというふうに言ってるんですが、ちょっとではこちら、まあ、岸田総理版のです、ね、所得減税の特徴というところで、まあ、目的のところに大きくこうデフレ脱却と、これはもう今回の経済対策の表題がデフレ完全脱却ですから。 ただ、あのさっきのグラフもですねもう一回見ていただくと、これだけ物価が上がり続けてるわけですよ。これだけ物価が上がり続けていて、国民は今どう思ってるか、デフレだと思ってますかね、総理、国民、そもそも。これ、デフレじゃないんじゃないですか。だってね、これまでもうずっと物価が上がり続けて、消費者物価指数は25か月連続上昇ですよ、25か月。 しかも実質賃金は9月マイナス2.4%、前年を下回ったのは18か月連続ですよね、でこれ、その状態でね、国民はデフレだなんて思ってませんよ。なのに、これをデフレ脱却と言い続けるから、ですね大型の補正予算も組まなきゃいけないし、そしてこれ、場合によっては本当にあのさらなる物価高を招くって、総理、聞いてません いろんな経済学者だとか、エコノミストの人たちから、景気を刺激しすぎたらどうなるか、さらに物価が上がって、また低所得者の生活が大変という、違うサイクルになっていくっていうことを聞いてませんか、総理、聞いてるでしょ、そういうことを考えたらですね、ちょっとこのデフレ脱却というものにこだわりすぎるがあまりに、むしろまあこの経済の判断、また経済対策のあり方って間違えてるんじゃないかと思うんですね。 総理、もう一回、今、春闘や賃上げの話も出てきましたから、改めて聞きたいんですが、総理、来年、賃上げは物価上昇を上回ると考えていますか内閣総理大臣、岸田文雄君先ほども申し上げましたが、賃上げ、来年は物価高騰を超える水準まで伸ばしていきたいと思っておりますが、しかし、 まだ来年再来来年年と賃上上げげを盛りりていく、まあ、過程にあります来年の段階では、十分に国民の皆さんが自由に使えるお金が確保できない、可処分所得が十分でないということであるならば、消費を冷え込ましてしまうことにもなりかねない、えー、そうしますと、成長の好循環、これが止まってしまいかねない。 よって過処分所得を支えるために、えー、減税もお考えていかなければならない。えー、このように考ええー、経済対策用意をいたしました。泉健太君。まあやっぱりここも立憲民主党とまあ岸田政権では考え方がやっぱりだいぶ違うということですね。今だいぶこの消費というのはですね回復してきていますよ。自律的な経済の再生の途上にある。まあだからこそこれだけ。 物価高というかです、ね、あの値上げ品目も多くなってきているわけなんです。で、そこからまた賃上げに結びついていってですね、ただ、確かに企業物価に比べると、まだ消費者物価は低いですから、これからもおそらく値上げは続いていくと思いますよ。でも、そういう中で賃上げも行われていって、本来は自律的なやはり経済の循環というのは行われていくべきだと思うんですね。ただ総理これ今足りない 今、生活費が少ないということに対して、我々やっぱりすぐ給付をするべきだと、これはある意味、補填というかですね、後から対策を打っていくということが、一つ、自立的な経済のために私は必要だと思うんですけれども、総理の場合、来年の6月の先の話をしちゃってるわけですよね。で、これ、よく考えてください。来年の春闘ですよ。 総理一生懸命春闘のためにこう風を吹かそうとしている、勢いをつけようとしていますが、来年六月に大型の減税が、この間総理の力によって決まってしまうわけですよね。大型の減税が決まると、企業、特に中小企業はどうこの春闘を戦いますかね、経営者側は。これ、自分たちの会社は、 まだまだ経営が厳しい、しかしそういう中で賃上げをしなきゃいけないと思うかもしれないけれども、一方では、総理がこれ、大型減税をやるということで、もう早々と発表してしまってますから、まあ、うちの会社、今回は厳しいから、ちょっとまあ、賃上げは見送って、まあ、政府から支援があるからいいやと、政府から大型減税があるじゃないかと、そういうふうにある意味、むしろ、この賃上げのマインド、機運を低めてしまうんじゃないですか、総理。 内閣総理大臣、岸田文雄君あの先般の政労使の、えー、この意見交換の場でも申し上げたわけでありますが、あ今の日本経済の、まあ、明るい兆し、まあ、賃上げや、まあ、投資における明るい兆し、これを持続させるかどうか、今、私たちは正念場に立っているという認識にあります。 こうした賃上げを構造的に、持続的に賃上げを続けていくためにも、日本経済の稼ぐ力をしっかりと維持しなければいけない、こういったことで、今回の経済対策の大きな柱としています。民民間そしてその政府ここれ官民連携することでこう 成長と分配の好循環を持続させようということをまあ呼びかけていますぜひこうした来年に向けてこの流れを維持することが民間の中小企業を含めた民間の方々にも大きなプラスになるんだということをご理解いただき官民ともに協力してま政府もあらゆる政策手段を用意いたします民間の皆さん方にも協力しそのことが結果として えー、それぞれの企業のさらなる成長につながっていく、まあ、こういったことでご協力をいただくよう、えー、お願いを続けていきたいと思っています泉健太君、はいあのー。この岸田版のです、ねまあ、所得減税というところでいうと、一番下、最有名への影響というところで、結局、減税還元だと言いながら、やっぱり国債の発行が増えるじゃないかという話ですよね。 財務大臣は、税収の増えた分、総理は還元すると言ってるんだけれども、政策兵器経費や国債の償還などですでに使っている、減税をするなら国債の発行をしなければならない、これ、財務大臣の答弁ですよね、これね、結局、総理は還元って言うけれども、還元じゃなくて、いわゆるねスーパーで言うと還元セールっていうのがありますけど、そうじゃなくて、これ、出欠セールじゃないですか、総理。 これ出血ですよ間違いなくでねしかも総理、これね、総理の懐じゃないんですよ、国民の懐から総理の人気取りのために出欠してるセールなんですよ、これがおかしいという話、答弁ね、これ、いや、答弁は求めてません、まだ、答弁を求めてるのはあのねは、改めてですけれども。 今、ここまで私、お話をしてですね、ああ、だいぶやはり総理の認識、考え方っていうのは我れと違うなと思うのは、一つはそもそもこのデフレ脱却という目的に立っているので、大型のものを組まなきゃいけなくなっている、で一方では総理のこれまでの政策っていうのは、まあ、基本的に円安放置ですよね。 円安が放置されているから、これだけ物価も上がっていく、輸入物価なんかが上がっているわけですから、国民はそれで喘いでいるわけです、特にこの食料品の輸入に関しては、かなり食料品の値上げがまあ大きいのも、この円安の影響によるものだと思います。そして、このデフレ脱却ということがあるために、大型の予算を組むことによって、総理は消費を支えたいというけれども、これ、本当に過度な景気の刺激になれば、やっぱり物価上がりますって。 でそこを我々本当に懸念をしているわけですで。そういうところがやはり大きく違うわけですが、まあ、改めてですね、総理、還元っていったってお金はすでに使ってしまっています。そして結局のところ、増収分っていったって総理、うちのスーパーは借金経営なんですっていうそもそもの考え方、持ってください。総理が経営者だとすればですよ、この国は借金経営をしてるんじゃないですか。そのときになんで毎回毎回還元セールをしてたら、これ、 やっていけないんじゃないですか、お店としては。内閣総理大臣岸田文雄君、え、わざの還元ということについては、あ杉財務大臣は、あともう炭におけるあの国家の財政の構造について、えー、申し上げたと理解をしています。えー、そしてこれは単鉄炭ではなくして国全体の財政ということを考えますと、国民の皆さんからいただいた。 所得税、住民税をこの減税という形でお返しする、こういったことだと思いますし、国民の皆さんそのから見れば、まさに自分の納めた税金を税減税という形で返していただく、これ還元、還元ということに当たるんだと、我々は思っています。 そして単年度主義、財政の単年度主義ということを考えた場合に、当然のことながら、これ、毎年度毎年度、この財政について考えなければいけない、平成6年度の財政として財源を考えていく、こうしたことになるんだと思います。ただ、こうした日本の財政全体を考えたならば、 この税金としていただいたものを国民の皆さんにお返しするえ、こうした考え方、還元という言葉で表現させていただいた、こうしたことであります泉健太君。これね、野党側から、立憲民主党の側からは、総理をいさめるという意味で還元しなきゃいけないなと思うんですね。本当にちょっとおかしいですよ。でね、じゃあ総理、そのおっしゃる還元っていうのは、 何か財務省や政府の一本筋の通った考え方なんですか、じゃあ、これからも還元し続けるんですか、そんなこと言ったら、増収した分、毎回毎回還元になるじゃないですか、なぜ今回やんなきゃいけないんですか内閣総理大臣、岸田文雄君あの。還元が目的ではありません、何のために還元するのか、これを先ほど来申し上げております。 デフレからの脱却、賃上げ、これを確実なものにしなければならないということをこの申し上げています。来年に向けて、この賃上げの原資となる企業の稼ぐ力、これをしっかりと経済対策で支えていきましょうと。しかしから 賃上げは来年、再来年と、道半ばでありますから、来年腰折,させ腰折れさせてはならないということで、来年は可処分所得、国民の皆さんがしっかり使えるお金、これを減税でしっかり下支えすることによって、消費を落ち込ませないようにする、経済の好循環を維持する、これが大事だということを申し上げています。このために この所得税、えー、そして住民税の、えー、定額減税、これを用意した、こういったことであります。関税はあ還,元えー、還元はそのためのものであります泉健太君、まあ。今の総理のお話を伺っていると、もうすでに来年の春闘では、まあ、物価上昇に追いつかないって宣言してるようなもんですよね。全然そのやる気というか 本気で春闘で物価上昇を上回ろうって考えてるとは思えない、だって、それをもう補う手段を考えちゃってるわけですから、ね、来年のもう、だってそうですよ、来年のまさに6月に、物価高ではあ、物価高に対して、春闘では追いつかないから、だからそれを支えるために所得税減税をしたいってもう言っちゃってるわけですよ。もうそんなね、弱気なことじゃあね、この賃上げをもっとやらなきゃいけないんだと私は思いますよ。 そういういいい弱気ななな姿勢は本当考えられないなと思います、まあ、改めてですけれども、まあ、先ほどから繰り返しているように、これは本当に一方では厳しい局面で、あの刺激をしすぎると本当に物価が上がってしまうという、だからこそです、ね、限定をして、本当に社会構造を変えるためのところにです、ね、予算をまあ絞っていかなきゃいけないと思うんですね。あじゃあちょっと次お願いします ですからこそ、われわれは特に中小企業を応援するという意味で、これ、立憲民主党の案ですね、インボイスについてはこう廃止をするということを言ってきたわけですね。まずその一番上、経済対策の規模ですよ。われわれは政府のように、ただ規模ありきとかですね、どん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 刺激をすればいいというスタンスに立たない、それはもう物価をことさらに上げないというためですよ。ちゃんと規律を持って考えるということで、必要なところにはお金を届けながらばらまきはせず、 そして物価を過度に上げさせないという考え方だから、我々はこういう考え方で立っている、そしてインボイスを廃止して、中小企業を応援をする、そしてまあインボイスなんかね、これ、実質増税と言われてますからね、そういった意味で応援をする、そしてガソリン負担については、トリガーの減税をしっかりとやるということ、そしてやはり賃上げと言ってるわけですから、これ見てください、政府、岸田政権の今言おうとしている介護等処遇改善。 介護と、そして障害者の方々あ、障害者施設で働く方々の職員の支援ですが、政府、この状況においても、月6000円って言ってますよね、で我々やっぱり、月最低1万は上げなきゃいけないっていう、これはもう以前から言い続けてるわけです。で、自分のお給料の方が総理上がっちゃってるじゃないですか、それ返納するかもしれないけど、その自分の給料の額面が上がる以上に、やっぱり上げなきゃいけないのは、現場で働く方々の国民のお給料じゃないですか。 そういういこわれわれ言っている、そしてこれ、給食費無償化の下から2行目見てください、今ですね、自治体の判断なんです、政府はあの交付金をいろいろ出しているというふうに言うんですけれども、今まだです、ね、自治体の中で、この給食費の無償化をやっている自治体っていうのはまだ全国100にも満たないですよ、自治体の中で。でもやってる自治体があるんですやってる自治体があってです、ね、一番困るのはその隣の自治体ですよ。 向こうはやってるのに、うちはやれてない、そういうふうに困る、みんなね、医療費の,あの無償化とか、こういう給食費の無償化っていうのが、自治体ごとにされるっていうのが、もう各自治体の首長さんたちにとっても一番困ることなんですよ。本当にみんなね、やりたいんです、でこれ、国全体でやったって4000億ですよ、総理、4000億ですよ、十分やれるじゃないですか、この給食費無償化やろうじゃないですか。これこれこそ この17兆円台前半の中で、その予算出せるでしょうと、だってね、総理、今、まあ、河野大臣なんかがあのいろいろと仕分け云々でやられている基金ですけど、この補正予算で措置するのは、ですね計31基金、4兆3091億円ですよ。基金のね仕分けをやってると思ったら、基金の既存の、 数が27なのに、さらに4つ増えるんですよ、基金が。宇宙だとか、漫画、アニメ、デジタル端末の更新、ワクチンの臨床試験、これ、どうしてそんなものをどんどん増やすのか、これ、ちなみにですね、ドイツだと、そういったです、ね、例えば余ったコロナ対策予算を別用途に振り向けて、基金化をしようとしたところ、ドイツの場合はこれがあ基本法違反だということでですね、えー 他の用途への変更はダメというような財政のルールまでちゃんとあるというんですが、日本は残念ながらそういうルールがないもんですから、予備費についてもですね、4兆から2兆に減らしたと言ってもですよ、結局、用途を変えて、今回は賃上げもなぜか予備費に含めた、おかしな予備名の原油価格物価高騰対策ポツ賃上げ促進環境整備対応予備費、2兆円。 総理私ですね、これ、事務局、事務方に聞いたんですよ、賃上げ促進環境整備対応予備費、予備費、これって、そもそも今、全力で賃上げ対応をやんなきゃいけなくて、各施策は中小企業の賃上げ対策とか、総理、盛り込んでるわけですよね、それやんなきゃいけないのに、なぜ今から賃上げ予備費2兆円必要なんですか、これ、何を想定してるか、答えてみてください。 内閣総理大臣、岸田文雄君まずあの、えー、政府の経済対策と、えー、立憲民主党の経済対策の比較から話が始まりましたが、これはあのまずこの今の経済の状況に対する認識の違いだと、われわれは思っていますあの。今の経済状況、この供給面においては、長年のコストカット経済、えー、この低成長の結果、 まあ潜在成長率、今現在0、0%台、えー、半ば、これ、低い字順にまだとどまっています、これをしっかり下支えしなければならない、えー、そしてなおかつ、えー、賃金上昇が物価に追いついていないから、過処分所得を支えなければいけない、この2つを用意した、それがこの規模の違いになっていると思っています。 そして予備費について、ご質問がありました、コロナ禍を乗り越えて、平時への移行を踏まえて、このコロナ対策を対象から外したということでありますし、そして、減額、これも2.5兆円の減額を行う、こういったことであります。そしして賃上げと物価高騰に特化した形でこの予備費 これ、を用意した次第でありますこれ賃上げ、賃上げについては、今、これから来年に向けて、中小企業の支援とさまざまなメニューを用意しましたが、それに対してさらに充実すること、さらには、地方に対して重点支援、地方交付金、これを増額いたしましたが、こうした対応も含めて、 来年にに向けて賃上げを確実なもののするための予備費ということであります、えー、この予備費、これは間違いなく、えー、この将来見通せないからこそ、予備費を用意するということでありますし、今申し上げた賃上げに対する支援、これは予備費としてしっかり支える、これは重要な取り組みであると認識をしております,す泉健太君。 委員長、答えてると思いますか、今一切具体的なことを言ってないですよ、この予備費で想定されることは何ですかと、賃上げの予備費で想定されること、一つも答えてない今予備費についての説明をされてますので、再度お願いいたしますあれ、予備費、具体的なものを示せということですが、具体的なものを示せるのであれば、それは具体的な項目として挙げるのが当然のことであります。これ予備費というのは えこうした不透明な状況の中にあっても、機動性を持って対応できるために予備用意するのが予備費でありますから、それをですね具体的に今から何が必要なのか上げろというのは、矛盾した質問であると思います。これ、予備費、賃上げに向けても、物価高騰に向けてもしっかりと用意することは重要であると思っております泉健太君。 これだったら、今ね、大阪人が言いましたが、だったら単なる予備費で、何も想定できないんでしょ、だって総理、中身も思いつかないんですから、だったら単なる予備費じゃないですか、わざわざ賃上げ促進環境整備とね、名を打っておいて、中身聞いたら、何一つ、それを実際やるかどうか分からないよ、やるかどうか分からないけれども、あれがあります、これがあります、こういうオプションを考えてます、だから予備費が必要かもしれないんです、だったら分かる、だけども、中身が一つもない。 こういうね、いい加減な今回の、まあ、補正予算の組み方なんですよ、さっき言ったように繰り返しますが、基金は膨らんでいる、まあ、そして予備費も、これ、もうコロナの時のような状況じゃないのに、平時に戻っていると多くの方々が思っているのに、いつまでも予備費をこうして積み続ける、そしてこれ、われわれは堂々と総理にぶつけたいと思いますが、やっぱり考え方が違います。我々はこれだけ 物価がどん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 もう2年にわたって2%を超えて上がり続けているときに、いまだデフレだと言って、デフレ脱却だと言っている、もう十分今、物価高で国民は苦しんでいるというのが、わ々れ立憲民主党の実感ですよ、しかし総理はまだそうじゃないんだとおっしゃっている、ここの大きな違い。 だからこそ、我々は、その物価高をこれ以上招かない、どうやってその中で狙い撃ちして経済対策をするかというところで、7.6兆円であり、そして3万円給付であり、先ほど言った給食費の無償化など、やっておりますけれども、総理は17兆円台前半という、多くのエコノミストもこれはやり過ぎじゃないかという規模になっているし、そして基金も膨らんでいるし、そして残念ながら給付は 今年中にはほぼ行われないという状況になっているということで、我々としては極めて残念な経済対策になっているということを言わざるを得ません。まあ、ぜひですね、まあ、今後、我々の仲間たちがまたこうした中身について、詳細、質問させていただきます。